大阪国際女子マラソン28日ヤンマースタジアム7位発着今回のパリ五輪の出場権をかけたマラソングランドチャンピオンシップ MGC ファイナルチャレンジとして行われ2 1キロ過ぎで21年東京五輪代表の前田穂波27イコール天満屋イコールが先頭集団を抜け出しリードした写真序盤から勝負所うかがうペースメーカーもまさか 21キロ過ぎで前へ、初の五輪出場を目指す松田瑞二28イコール大発は佐藤さやか、29イコール積水化学イコールと共に先頭集団でしのぎを削っていたが、21キロ過ぎで前に出ると後続との差を広げた。その直後、松田が先頭集団から遅れていった。ペースメーカーは女子マラソンで日本歴代2位の記録を持つ新谷瞳。 積水化学が努めている。ネットではこれは意外な展開ペースメーカーを無視して飛び出す前田さんペースメーカーの役割はどうなるんやろペースメーカーの前に行っていいのこれはペースメーカーどうするのが正解などの声が上がったパリ五輪代表選考では昨週の MGC1 位の鈴木優花第一生命トニーの一山麻を、資生堂画出条件を獲得 3枠目は資格を持つ選手の中でファイナルチャレンジ、大阪国際女子、名古屋ウィメンズ、で設定記録の2時間21分41秒の突破者がいれば、その最上位者に決まり、突破者がいなければ MGC3 位の細田愛、エディオン、となる。5キロ地点では2時間21分41秒の設定記録を上回るハイペースでレースが進んでいた。前田が飛び出した直後、 意外な展開に海外選手、ペースメーカーを含めた集団の隊列は大崩れ。だが、その後もペースを戻した新谷の走りに、中継で解説を務めた福士佳代子さんは、新谷さんがいい仕事をしております、と語った。新谷らペースメーカーは30キロ過ぎで離脱した。